こんばんちちんぷいぷい、ミステリー案内人です。案内人さん、どんな話でも推理しちゃうから何か聞かせて。こっちえさん、突然ですね。ちょうどいいお話がありますので、頭をよく働かせてお話の真相にたどり着いてみてくださいね。昨日の異常気象で街はめちゃくちゃ、行方不明者もいるって話だ。俺たちは特に被害もなくて助かったな。本当だよ、近くの川とかを見る見るうちに増水してさ、流れもすげえ速くなってたし、マジ怖かった。川見に行ったの？ウエスカ、危ないことすんなって。そうだけど、どうしても気になっちゃって。まったく。それよりバリーのやつ遅いな。あいつが俺の家で勉強会したいって言い出したのに。確かにあいつが遅刻って珍しいな。バリーはいつもつるんでいる友人、正義感がかなり強くて真面目なやつだ。遅刻なんてしたこともない。ほんといいやつなんだよ。勉強会めんどくなってドタキャンとか？そんなことバリーがするかよ。あいつに限ってドタキャンはありえん。なんかあったのかな、そう思った時。お、バリーから電話だ。ウェスカーにも聞こえるようにスピーカーにしてから電話に出ると、バリーは随分慌てている。バリー、どうしたんだ？体調不良か？違う、お前の家に行く途中の川で見つけちゃったんだよ。何を？川で溺れかけてる人。今警察呼んで待機中だからちょっと遅れる。え？マジ？大丈夫なのか？なんとか木に捕まってるし、すぐに流されることはないだろうけど、救助が来るまで体力が持つかどうかだよ。そうか、川の様子見に行って落ちちゃったのかな。かもな。でも気づけてよかった。じゃあ俺、おじいちゃんに声かけて励ましとくから。おう、しっかり見ててやって。そう言ってバリーは電話を切った。やばいな、俺らも行くか？そうだな、バリーも心細いだろうし。俺たちは急いで川に向かったんだ。すると警察がすでに到着していた。救急車も止まっているが。うわー、近づけないじゃん。どうなってんのこれ。わからん。その時警察が無線で話しているのが聞こえてきた。通報現場に駆けつけたところ、おそらくこれは成人男性を発見しました。引き上げた時にはすでに死亡しており。残念だな、救助間に合わなかったのか。バリーもショックだろうな、目の前で見てたんだから。事情聴取とか受けてるんじゃない？時間かかるだろうし、勉強会はやめとこうぜ。だな、後でバリーのやつ励ましてやるか。さて、この話の意味がわかりましたか？おそらくこれは成人男性を発見しました。問題はここです。あれ、電話の中で。でも気づけてよかった。じゃあ俺、おじいちゃんに声かけて励ましとくから。おう、しっかり見ててやって。川で溺れかけてる人のことをおじいちゃんって言ってたような。まさか。おじいちゃんであれば老人と言いますよね。おそらくこれはと警察が言っていることからも、引き上げられたのは10代後半もしくは20代前半の遺体と考えられます。そう、警察が引き上げたのはバリーさんの遺体。正義感が強くて真面目なバリーさん、体力が尽きて木に捕まっていられなくなったおじいちゃんを救おうとし川に入ったのでしょう。そしてそのまま自分が溺れ。そんな、じゃあおじいちゃんはどうなったの？助かったとは思えないけど。おそらく川の底もしくは下流まで流されたのだと思います。引き上げた遺体が通報者だったと警察が気づかない限り、捜索してもらえないかもしれませんね。だからバカモンと言っとるだろうが。すみません、どうしてもあなたを助けたかったんです。なるほど、あなたバリーさんと川にいたおじいさんだったのね。気づいたら骸骨になっていたんだ、このおじいさんと一緒にね。あ、これ勉強しないと。特に数学な、数学が苦手なんだよ。なんだ、お前さん数学苦手なのか。なら予備乗りとかすごいチャンネルがあるからそこで勉強せ。なるほど、今から早速見てみるよ。意外と情報通なじいちゃんなんだな。日頃から頭の体操って大事ですね。私は頭がチンチクリンだから体だけは
は動かしてるわ。背骨もピンとしてるでしょ。コツエさんは姿勢がいいですもんね。ぜひチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。は幽霊だから人間には姿が見えないのね。僕もビーチで遊びたい。早く太陽沈んでくれないかな。トラキアだから日に当たれないものね。案内人さん、私たちは日焼け止め塗りましょうよ。そうですね。